たらーということでですね、今回はなんとですね、前回の反響を受けてですね、サボ代表だけではなく、機械学習部のコアメンバーに来てもらいました。たらららったらー。ありがとうございます。ありがとうやございばいまな、す。生で来たか。2回言いましたね、今回。ですね、2回言っちゃいました。で、今日10分ぐらいでちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、C プラスの、チャンネルある、あると思うんですが、その中で知識と技術、どちらが新卒にとって大事ですかっていった、内容があって、それが200回ぐらい再生されてるんですよね。で、メンバーがこれ、機械学習部で話すとですね、臨床工学技師としての知識と技術、どっちが大事なのか、プラスですね、データサイエンティストでいる部長のですね、SE としての知識と技術、どっちが大事かっていったところも知れるので、まあ、僕としてもちょっとこれで話してみたいなっていうのがあったんですよね。なので、まあ、せっかくなんでちょっと先輩方の意見をちょっとお伺いしたいと思うんですが、誰からでもいいんですが。じゃあ部長から SE としてでもいいですし、CE としてでもどっちが重要なのかなっていうので。まあ、今、じゃあ働いてる、はい。まあ、データサイエンティストはい。として言うと、まあ、なんか実装するだけだったら、ぶっちゃけまあ、誰でもできるっていうか、今もう、ライブラリーが充実してるから、そんな深い知識がなくても、とりあえずなんかサンプルコードを引っ張ってきて、そこの変数ちょっと変えれば、まあ、誰でも機械学習とか動かせるわけじゃないですか。はい。まあ、だから、まあ最低限の技術があれば、もういくらでも動かせるんで、まあそう考えるとやっぱ知識が重要ですかね。ちょっと、意外でしたね。やっぱデータサ意イエンティ外。ストの方は、なんか技術のイメージがあったんですよ。僕、結構部長。すごい。なるほど。やっぱ知識もないと、やっぱり、エンジニアとしても食べていけないっていう部分もやっぱりあるってことですよね。技術だけじゃいくらでもいるから。まあ、本当なんか純粋なエンジニアだったら、はい。まあ、よくわかんないですけど、まあ、技術に特化でも別にいいような気はするんですけど、まあ、どっちかっていうと僕は R&D 寄りなんで、で、しかもR&D。R&D とは何ですか？僕、はいって言っちゃったんですけど。もう、R&D より。まあ、ちょっと研入っ究て言えか、ない。研究寄りなんで、ああ、その領域としうん。て。はい。なので、で、しかも、まあ、なんですかね、医療系のデータは使ってるんで、はい。ちゃんと知識に裏付けされて、そのなんか適当な特徴量から作ったモデルとか、まあ、基本やっぱ使えないっていうところがあるんで、なんだろうな、機械学習の技術でカバーするっていうよりは、その医学的に根拠のある、まあ、特徴量とかを作っていかなきゃいけなくて、やっぱそういうところで、その裏の知識がないと、まあ、作れないというか、感じですかね。まあ、そう考えると、臨床工学技師業界でなんかそういった AI の解析するってなると結構有利ですかね、僕らは。例えば、まあ、部長もやってるシャントの、波形とか、そういうのはやっまあぱやっりぱ有利でドすよメね。インありきなんで、そのド辺メインあは。りきな、ドメインといえば CF さんはすごいですが、でも ドたし、メインって。まあ必要っちゃ必要なのかなって思いますけど、特徴量やっぱり効率的に選ぶとか、まあある程度因果推論って、ある物事に対して何の物事が影響を及ぼしてるかっていうことを、まあ俯瞰的に見て判断していかないと、やたらめったら入れても、やっぱりそれって、本当に最適解に何たどり着くまでのなんか時間っていうことを考えると、まあ、効率的なのはドメインがちゃんとしっかりあって、ある程度俯瞰して物事を見れた方がいいのかなって思ってるし、あと、S、まあ、M に、技師にしても、C にしても S にしても、ちょっと SE はわかんないですけど、ある程度そういったことを知識として持ってないと、私、例えば、上に立ってマネジメントするときには、多分そういった知識必ず必要になってくるんで、まあ、自分がどうやって働きたいかによるのかなっていう気がしないでもないですけど、プロジェクトマネジメント的なプロジェクトマネージャーとかは、やっぱりそういったところ、
まあ、現場もやりつつある程度こう俯瞰して物事を見れる知識が必要かなって、まあ、友人に SE がいるんですけど、まあ、そういったところを 見てるとやっぱそういった知識教養まで含めた知識っていうのはまあ必要なのかなっていうふうに思いますけどね。そうですよね。ある程度その、で、今マネジメントっていう話も出たんですけど、僕、極論先に言っちゃうと、知識も技術もどっちも絶対必要だと思うんですよね。ソースコード書けないと何もできないですし、だから、あの、技師としても、まあ、知識あっても、結局、何もできなかったら、あの、戦力にもならないですし、で、どっちも必要なんですけど、その割合を将来自分がどうなりたいかっていうビジョンによってちょっと変えていくのはそれぞれその人の人生の目標において必要なのかなって思うんですよね。で、CF さんはそのマネジメントとかもおっしゃってたんで、やっぱりある程度知識ないとこの人がなんだろう、こういったミスが起こった時にどういったことが理由でこのミスが起きてるとか、この機械が故障した時にどういったのが理由であの故障してるかっていうのをチームで共有できなくなっちゃうんですよね。技術屋だけだと、たまに結構職人気質で技術屋な、うん、あの結構年配の方とかいらっしゃいませんか、職場に。そうでもないですか。うちはもうだいぶ入れ替わっちゃったんで。あ、入れ替わっちゃった。そうなんですよ。そこのマネジメントができなくなっちゃうのかなと思うんですよね。まあそれ知識と技術っていうことで言うと、なんか技術寄りに特化してる人なのかなって個人的には思っちゃうんですけどね。サボ代表のとこはどうですか。なんか聞きたい人って、多分臨床講義士の、はい、新人の方、はいはいはい、ですよね、きっと。はい、そうですね。知識は、なんかちょっと C プラスのラジオ、ちょっとちらっと見てたんですけど、はい、知識と技術、どちらが求められますかっていう、多分質問だったと思うんですけど、はい、多分こっちのラジオでも言ってたと思うんですけど、僕なりの答えとしては、やっぱどっちも重要。うん、ただ、順序をつけるとしたら、はい、まあ、知識が先かな。ちょっと、皆さんと考え方が違うんですけど。まあ、知識ありきで、知識が先についていかないと、はい、技術って成り立たないのかなって。まあ、個人的には、思いますね。なんか、うん、なんか、どっちが重要って考えるよりも、どっちが先か、はいはいはい、例えば新人が、まあ、4月1日から入ってきて、はい、まあ、機械の操作しろって言われてもできないですね。確かに。なんでまずは知って、はい、知識つけてから、まあ、その操作方法だったりを学ぶって感じですね、きっと。なるほど。僕新卒入った時にまずはなんかやれるようになってて、でその後で知識つけてって言われたんですよね。あ、逆なんですね。逆だったんですよ。だから先なのかなと思ったんですけど、僕今サボ代表の話聞いたら割とすんなりはいきましたね。やっぱり原理分かってないとトラブルあった時対応できないし、うん、もうできるようになっても危ない応用も。そうですね。たまあ即戦力が欲しい病院だと多分順番逆になっちゃうかもしれないんですけど、あ、どうなんですかね。そのCF さんとかどうですか。まあ、多分マネジメントされると思う。環境によって異なると思います、やっぱり。余裕が、人的要因、余裕があれば、それはしっかり教えてから、うん、臨床につかせるっていうことを考えますけど、まあ、やっぱり、うちはまあ余裕があまりないので、基本的にはまあ やってもらうという形で、まあ、教えながらですけど、まあ、やってもらわないとちょっと臨床が回らないっていう現状は、やっぱり、組織として、やっぱそれは病院、における組織としてそれはクリアしていかなきゃいけないことなので、やっぱりそこはちょっとやってもらわなきゃ困るっていうのが現状ですかね。ただまあその知識っていうのもどこまでを知識というかっていうところの定義にもあるから、あ、まあ、CF さんには勝てないですよ。あのこれどこまで要求していいか、ドクターが読むような医学書まで読むのが知識なのか、それともコメディカルが読むまでが知識なのかっていうところで、だいぶこの、なんだろう、ゴールっていうものがそもそも変わってくるから、それをどこまで要求するかっていうのでも、何が正解かっていうのはよくわからないんですけど、はい、でもたまにやっぱりすごくめちゃくちゃやってくる子やってくるので、やっぱあんまり、あ、そうなんですね。できない、まあ、コメディカルよりも抜きん出てやってくるっていう子に対しても、やっぱり、しっかり教えてあげたいなと思うけど、まあ、その知識の定義が、
そのコメディカルデータだったら、まあなんかやりながらでもできんじゃないのって思っちゃいますけど、そのあのちょっと今議論の中で多分あのコメディカルとして必要とされる知識と、多分本当に多分世界トップクラスがとドクターが求めるような知識とか、多分そこの段階があるってことですよね。なんか A 論文まで読んで、その医学的議論をドクターと交わす知識が必要であれあるんだとすると、やっぱそれはきっちりしっかりやっぱそれを学ぶ機会っていうのを設けてあげないと、やっぱりスイッチもやりながらそういうことも一緒にやってねっていうのはちょっと厳しいのかなと思うから、それはしっかり学ぶ時間っていうのも設けてあげたいなと思いますけど、あの A 論読んでドクターとディスカッションできるレベルでは僕はないので、やっぱりそういったところを目指せるように常にあの学んでいくことが大事なのかなとは思いますね。思いました、今ちょっと話聞いて。どうだろう、最後部長からなんかどうでしょう。え、なんすか。最後無茶ぶりになっちゃいましたね。いや、僕から何か。はい、機械学習としてちょっと。機械学習として、はい、まあ多分これからの研究ってやっぱもう変わってきていて、なんか今までの研究ってそのドメイン知識プラス、まあ、統計っていうのがまあ従来の研究だと思うんですけど、まあ、これからってやっぱそこにエンジニアリングが加わって、なんですか、ドメインと統計とエンジニアリングっていうその3つのまあなんか境界領域みたいになってくると思うんで、やっぱその従来の、まあ、ドメインをつけるっていうのは当たり前なんですけど、まあ、それにプラスしてやっぱ統計と、まあ、エンジニアリング、まあ、その辺も勉強していかないと厳しいんじゃないかなって思いますね。本当に現場レベルで扱うデータっていうのもやっぱどんどん溜まっていくし、うんうん、まあ、これから本当にデータの時代じゃないですか。いや、これからっていうかもうすでになってるけど、すでに、はい、そこを扱えないと話にならないかなって思います。ああ、そしてそこにニーズは来そうですね。そうですね。素晴らしい。間違いないです。間違いないです。間違いない。もうすでに来てますか。ちょっとこれまたあのいつもごとく、まとめられないですけど、ドメインと統計とエンジニア、この3つは今後絶対的にニーズが来るし、知識と技術っていうのはまあどっちもすごい重要だって言ったところで。その順番っていうのはその職場職場によってやっぱり変わってくるって言ったところですかね、うんうん、そうですね、そうですね、言ったところの落としどころでなんかちょっとふわっとしちゃいましたか。でもドメイン、統計、エンジニアですね、この3つを僕も機械学習部の一員としてちょっと磨いていきたいと思います。はいはいはい、本当にありがとうございました。はい、機械学習部の皆さんとの、お話をさせていただいたんですが、まあ、とても私自身、勉強になる時間でした。で、今後もですね、C プラスに、まあ、とても魅力的な、方々がたくさん、いらっしゃいます。そういった方とですね、インターネットを通じて、こうディスカッションすることも、まあ話し合って教え合うことも、できるコミュニティとなっております。で、魅力的な方いっぱいいらっしゃいますので、まあ、ぜひですね、また対談とか、YouTube ラジオを通じてですね、アウトプットしていけたらなと思っております。今日は聞いていただき、本当にありがとうございました。